どうも皆さんこんばんは、エネムです。東京グールにインボークのリセマラランキングついに完成しましたので紹介していこうかなと思います。月に一度開催されるリインボークフェスを対象としたリセマラランキングとなっております。ランクは SS、S、A の3つに分けています。 SS はリセマラ即終了、S はリセマラ終了もしくは続行、 A は妥協ライン、そして名前がないキャラクターについてはリセマラ対象外と判断しました。そしてリセマラ対象外と判断したキャラクターについては入れておりません。キャラの振り分け基準については、初心者が使いやすくかつ汎用性が高いこと、入手優先度が高いこと、つまり最終的に必要になってくるキャラ、この2つに焦点を置いて決定しました。ですので上記2点を満たしているキャラクターがリセマラランク最高の SS ランクとなります。それでは見ていきましょう。まず妥協ラインの A から、窓明、笛口一の猛攻、ヤモリ、アッキの反角蛇、霧島透過、あふれるトロ、笛口ひなみ、守りたい気持ち、窓明、背骨使い、ウリエクキ、功績を追い求めし者、築山柊、投稿拒否。続いてリセマラ終了ラインの S、 金木健、凶暴性の自覚、佐々木愛生、暴走するメンター、金木健、ムカデの反角蛇、米林最高、爆発する潜在能力、霧島透過、救出作戦。そしてリセマラ即終了ラインの SS ランク、アモン光太郎、孤軍奮闘の二刀流、知らず銀士、不意打ちの弾丸、オール、貴重な成功体、伊兵衛入る、無慈悲な死神、睦月通る、調査部隊。以上になります。それぞれキャラクターの説明をしていきたいんですけど、かなり長くなってしまうので、またどこか別の、ね、動画で、紹介していこうかなと思います。初心者の方はとりあえずこの表を基準にリセマラをしてみてください。東京グルリインボークをプレイしているユーザーたちで制作したリセマラランキング表になります。また新しいキャラクターが追加され次第随時更新していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。